回線でレーザーレンズセンサーというのはですね、黒いものと透明なものは透過してしまいますので、今あのブックエンドの黒い部分に探査センサーがかかりましたので停止しました。そして人が前に立った場合は、管理をしてそう思っているように気にします。そして折り返しの通路に入っていきます。この折り返し通路でも台車を検知して今回避を行っています。こちらのアクリル板も現在管理をしております。このように管理したときはウインカーが、ハザードが点灯するようになっています。すでに走行中はですね、今音声が出ているかと思いますが、音声で、周りに、注意喚起を、流すと